こんにちは、ちょめです。このね、服、監督製バッジがついてます。終了。はい。で、今日何をやろうかというと、サイドクエスト。君は監督生、ビル・ウィーズリーと一緒に監督生のトイレを見て回ろう。をやっていきます。ストーリーは後でやっていきますね。サイドクエストが終わった後。じゃあ行くよ。いやー、やっと入れるね。これで録画ミスとか嫌だよ。監督生のバスルーム。監督生のトイレでビルに会う。だから監督生だけが入れるところだね。だから見てない人のためにもね。お、すごいな。あ、これってさ、なんか見たことあるぞ。あの、秘密の部屋になかったっけ？ここでゴーストが出てからさ、前は。映画ちょっと昔だから忘れた。ボロが出る。あ、人魚姫がおる。なかなかいいお風呂だろ？うん、すごい開放感があるね。監督生のトイレを案内してくれてありがとう、ビル。え、ビルも監督生じゃなくなったのに入れるの？歴代の監督生は入れるって感じ？これ。どういたしまして、監督生になる権利を獲得したんだから、それについてくる特典や特権もちゃんと満喫しないとな。あ、権利を得たってまだか。正式にはまだなんだ。お風呂がプール並みに大きいよ。でも女の子とかどうなるのこれ。あ、混浴なのかな。周りを見てくれ、監督生の同志たちよ。この部屋について僕が知っていることを全て教えるよ。じゃあ教えてもらおうか。1時間か。1時間で全部教えてもらえる？お風呂をよく調べる。なんか蛇に見えた、これ。パイプオルガンみたいな。お風呂はこんなに大きいけど、すぐにいっぱいになるんだ。あ、本当に？でも監督生のために水がもったいなくねえか。この部屋の下はどんな配管になっているんだろう。秘密の部屋があるかもしれんな。時々ゴーストがここを通過していくんだ。見られちゃうね。このお風呂なら家族全員で入れそうだ。そうだよね。わざわざお風呂は作らんでいいと思うんだけどな。これが監督生のトイレなら先生のトイレはもっとすごいんだろうな。あ、でも監督生同士で話し合う、会議するのも大事なんかな。あの、話し合うところね。この部屋の下は、あ、これは全部同じだね。城の中でも特に綺麗な窓だな。聞く。このお風呂なら、あ、これも全部同じだ。じゃあ流しましょう。いや、せっかく、正しい合言葉を知らないと入室できないようになっている。それが漏れたら大変なことになるな。だからバッジとかで開く形式にした方がいいんじゃないの？大丈夫？ここは監督生首席クディッチのキャプテンだけが使用できるんだ。あ、そうなんだ。監督生以外にも首席とクディッチか。じゃあローアンと一緒にお風呂に入れる。あ、男同士で入ってもあれだけどね。案内してくて本当にありがとう、ビル。監督生って地位をどうしてそんなに楽しんでいるのかようやく分かったよ。色とりどりの泡や水中人の窓を満喫できるだけが監督生じゃだけじゃないぞ。大きな責任があることも忘れちゃいかない。皆がきちんと規則に従っているようにしないといけないし、同じ寮の年下の生徒を指導するのも大切な仕事だ。僕自身があまり規則に従ってないけど、レイブンクローの1年生を一人手伝ってみるよ。マジか、どんな子だろう。じゃあ次、あ、3時間後だね。魔法道具の部屋でイローラと会う。私のことは知らないと思うけど、レイブンクローの1年生でイローラ・ダンティの隠れる場所を見つけたら、ちょっと手伝ってほしいことがあるんだけど、やっていきますね。じゃあ一旦終わろう。